はい、皆さん、こんにちは。えっと、今回は、セイヤさんで購入したものと、えっと、作った袋のご紹介をしていこうと思います。はい。まずはこちら、えっと、A4 のコラージュペーパー、トレーシングペーパー素材のものを買ってきました。 えっと。まず、こちらの赤い柄。ワインレッドでね、すごい綺麗な色です。で、オレンジ。うーん。これも綺麗。透け感がいいですね。で、黒。黒かっこいい。 あーこれもう一個買ってこればよかったかもラッピングとかに使っても素敵そうですねグリーンもいいなスイザリンカラーだあ赤と青じゃないやグリーンが特に好きかなはいえっとこちらと こんな感じで、ちょっともう使ってるものもあるんですけど、使ってきました。あ、その前に、ちょっとこれジャンコード写し忘れてたので、ジャンコードです。はい。えっと。まずこちら、キカキラ印刷、12ピース。ジャンコード。これと同じ感じの柄ですね。中と、 グリーンと、黒。アミファさんだからね、販売用のものに使えないのが残念なんですけど、コラーズとかにも使えるし、ラッピングとかね、販売用じゃないものに使ったらいいかなと思うので、使えないって分かってるんだけど、買ってきちゃう。で次はこちら。これは36枚入りたっぷりですね。 買うか悩んだんですけど、シンプルめながらで、なかなか使いやすそうかなと思って買ってきました。これは両面印刷なのかなあ、両面印刷こんなね、ウィリアム・モリスの新作の柄なのかな裏面もすごい綺麗な色です。和風のコラーズとかにも合いそうですね。 ね、で次、これはね、40枚も入ってるんですよ。待って、ジャンコード映したっけなんか、毎回ジャンコード忘れちゃう。一応、ジャンコードです。で、次、これもジャンコード。ジャンコードやっぱあったら便利なのかなどうなんだろう。 最近ね、急に寒くなりますよね。なんか、週の初めはまだ暑いなと思ってたのに、週の終わりになる頃には寒いって、布団出さなきゃと思うくらいね、暑くて。変わり具合にびっくりしてる。あー、この、この絵すごいですよね。めっちゃ使いやすそうだし、すごい可愛い柄で。紙質はね、普通の折り紙って感じなんですけど、これとかすごい好きです。 で、ラスト、こちら。こちらはね、16枚しか入ってないんですけど、これは2つ買ってきましたね。こんな感じです。これめっちゃいいな使いやすそう。お花柄。これもお花柄。この柄もすごい好き。結構ね、しっかりめのクラフト紙素材で、封筒とか作ってもいい感じになりそうです。 はい。セリアさん購入品は以上になります。ちょっと少なめなんですけど。はい。で、えっと、作った袋のご紹介なんですけど、こんな感じで新しい形の袋をね、考えてみました。ローリットペーパーバッグ型ですね。これもね、コラーズなしで作れるので、コラーズなしでっていうか、まあそう、コラーズしなくても、可愛い感じに作れる袋なので、決まった配置で作れる袋って、 多分ね、あの、初心者っていうか、始めたばっかりの方でもね、可愛く作れるかなと思うので、考えてみました。えっとね、こんな感じで、上の部分がね、ローリットみたいになってて、ここもね、ポケットになってて、こっちは厚口トルプで作ったんですけど、こっちはグラッシングを使ってて、音が、音の違いを楽しめるようにしてますで。レース貼ったりね、これはね、素材締めも貼り合わせて、 台紙にしてます。で、これシーリングスタンプをはみ出すように貼ってて、これね、あの、ダイソーさんとかで売ってる、ダイソーさんセリアさんとかで売ってるシーリングシールを使っても可愛いと思うんですけど、ここね、ちょっとはみ出す感じにしてみたり、これはね、シーリングスタンプの余りこの余るんですよ、押し、この、 一回使った後にちょっとスプーンに、それをね、紙にこう円になるように、ちっちゃい円になるように垂らしておいたものをカットして、りで貼っ付けました。なんかワンポイントに可愛いかなと思って、いっぱい取ってあったんですよ。で、これ、でしょシーリング。シーリングスタンプをその楽しくって色の組み合わせを考えるのがね、たくさん作ったので、消費に作っていました。 最近ね、またおススげファイル作りにハマってて、いっぱい作ってるんですよ。そう、いっぱい作ってるの。それに入れるように作りました。そう、なんかね、最近もうね、あんまりおススげファイル人気ないのかなとか思ったりもして、需要あるのかなと思うんですけど、最近ね、ちょっとこのチャンネルがちょっと手抜きになってて、絶対ね、そうだなと思ったんですけど、そう、あんまりね、投稿頻度も、 低かったなぁと思うんですけど、なんでかっていうと、新しいチャンネルを始めてて、なんかね、コラージュ、アスマーだけのチャンネルみたいなのを作りたくって作ったんですけど、なんかね、よく考えると、なんか自己満っていうか、せっかくね、このチャンネルでたくさんの方とね、交流できたりしたのに、そっちをないがしろにするのは良くなかったなぁと思って、 なんか、コラージュ動画とかも多めになるかもなんですけど、これからはこっちのチャンネルをメインに頑張っていこうと思ってます。またね、1週間で2本ぐらいは投稿できるように頑張りたい。でね、もう1個の方のチャンネルは、なんか多分ね、の告知とかもしてたので、登録してくださってる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、うーん、まぁ、あ、ちょっともう、あれ、消しはしないけど、 しばらくはちょっとお休みっていうかね、こだわジアスマーのコラージュ動画とかもこっちのチャンネルに登録をしようかなと思ってます。ちょっとね、あの、アスマーのコラージュ動画は需要があるのかちょっと謎なんですけど、はい。ちょっと作り方動画とかもね、できるだけ撮れたらいいなと思ってます。はい。このね、袋の作り方も投稿しようかなと思ってます。ぜひ見てください。はい。えーと、では。 え、百均購入品と、袋のご紹介。あとね、ちょっと今後のチャンネルの方針について、のお話でした。はい、えっと、最後までご視聴ありがとうございました。え、ちょっとでもご興味を持っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメント等していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。